おい、これ攻めれないって。このゲームどうやって攻めればいいの。いや、俺自身が裏になること。これはひろゆきが遅刻しないやつは無能って言ってた。ってことは遅刻する遅刻しないやつは有能ってことやな。ひろゆき逆張りやから、ただのあいつは。あいつの言ってることと逆のことが正しいから。若干わかるんだけど、ぶっちゃけ遅刻しないや遅刻するやつの方が有能っていう理論、なんかわかるくない？あー、入れれなかった。最悪。なんか遅刻してる側の目線、なんか遅刻全くしないやつってなんか細けんだよってうるせえな、細けえなって。5分ぐらいいいじゃねえかよって。何をそんな5分でカリカリしてんだこいつはってでも思ったりしちゃわないけどね。まあ、簡単に言うとそういうことですよ。簡単に言うと、わお、なんか死んだ2人。傘強えこれ。死ぬの早くね。今は倒せんか誰も。いいね、おさん。ナイスナイス。いや、なんかね、この遅刻するしないって俺なんかね、大事な時は遅刻しないんだよ。だから本当のクズなんだよね、普通に。だから仕事とか遅刻しないし、だから仕事がどうかで多分ね、割り切ってんだと思うんだよ。はい、ナイス。これちょっと、いい試合だったな。めっちゃ噛み合ってた、味方と。でも味方強かった、これ。めっちゃみんないい感じにキルしてたね。てか、ザップだったら割と勝ち越せるぞ。さすがに。いや、アサリがわかんないからな。エアプすぎてこのゲーム。ナイス。やったか？やったか？GG ボーイズ、アサリ最強だったよね、昔。え？え？え？そうやったっけ？やばい、これ感度5無理かも、俺。久々に感度5してるけど。感度5ってなんか寿司とかじゃないと難しくない？なんかずっとおイームし続けるって難しいんだよ、感度5って。てか適してない感あるんだよな。やべ。左右。なんか左右って体にいいんでしょ。左右ってどうやって書くか知ってる？白湯って俺最初読んでたもん。
あれふざけてるよな、あの感じ。なんか後ろいる。それやろ、やっちゃおうぜ、やっちゃおうぜこいつ。マジか、初見無理ゲー感じ多すぎる。いやほんとそれな。おいこれ攻めれないって、このゲームどうやって攻めればいいの。アサリ集めてる味方ちゃんと。もうちょいアーマーの頻度が低いね。これ多分裏回ってくんの、いや俺自身が裏になること。これはえ気まずこれ、気まずくね、だいぶだいぶ気まずくね。カモン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 、行こう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 、もう前出ちゃう前出ちゃう。ドラフト杯用の映像なくね。いや一個だけあった、ドラフト杯前だけど一個だけ提出してないのがあって、本当にガチでそれだけ、それしかなかった。だってやってないもん。やってないから、クリップも何もないんだよな。もうなんかこの展開マジで、やだなぁ。でもなんかアサリ少なくねー、うち。気のせい。これチャンスタイム到来ってやつじゃない、ここよ。ナイス、そのキルでかい。これガチアサルキープしてアーマー貯めたいね。あ光栄やってくれて、2枚やってくれてる、これいける。右から行くぞ、よし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 。まずは一勝。いや同期ズレは楽じゃないから関係ないとして、同期ズレはもういいわ。同期ズレもう慣れた、もうワンカルじゃん。クライムいなくね、で、やばい感度がダメかもしんない俺、もしかするとやってくれ。コントローラーの遅延もやばいね、このゲーム。久々にやると実感するわ。今の当たってないんだ、一発も。いて、
え、ガチアサリってガチアサリ作った方がいいの？基本これはあのスペシャル溜まりやすくなるよね、確かね。どんなにするわ。いって、いやもうこれローラー無視するべ。後ろにいる、なんかいる。すっ、あああああ、そっちなの。なんか早くね、ジャンプ。これどれぐらい積んでんだろう、サブ性能。普通に強いんだから、これ。結構積んでんのかな。やばい、めっちゃアサリプレイしてる。誰も取れてない、このアサリ。これアサリ、これ壊れてない？これ取れないぞ、多分。アーマー返し。ヒギ。ヒギアーマー返しからの裏飛び。見えねえ、見えねえ、見えねえ。何も見えねえ、何も見えねえ、これ。何も見えねえ、これ。やばい。あ、どこに？はい、ザコ。あ、ごめん。ザコじゃない。強者。つわもの。じゃあ今のもラグいじゃん。だって今のキルもラグくないねえ。若干のラグを検知。これしっかりとガチアサリを作って下がって行く。しっかりとアーマーを貯めて。ほらノックアウト。あ、待って、ローラーいる。やったやったやった、なんかやった。やれやれ。やったやったやった。それもやれるやれる。やったやった。入れちゃって入れちゃって7個。ナイス。アサリうまい、もしかして。俺配信つけるたびにさ、1ヶ月ぶりにスプラトゥーンやると毎回アサリだから、アサリうまくなってる説ないね。普段やってる時はさ、あアサリかやめとくかって やらないじゃん、アサリを。普段やってる時は毎日だ。逆に久々にやるとアサリか やらざるを得ないなってなるじゃん。We'll be right back.